どうもこんにちは、ミータングです。今回は結晶のモチーフを編んでみたいと思います。以前紹介したものは結構シンプルなんですけども、さらにシンプルに作ってみたので紹介したいと思います。こんな感じで、太めのレース糸で編んだらこんな感じになりました。七色彩色の水色を使って、かぎ針は7号を使っていきたいと思います。それでは早速編んでいきたいと思います。まずは指に2回輪を作ります。くるっくるっと巻きます。そしてこの輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきて、もう一回持ってきますね。でここから作り始めます。まず立ち上がりに鎖編みを1回、そして、細編みを1回この輪の中に入れます。 One single crochet into the loop。そして、ここから鎖編みを3回します。Chain 3、2、3。ここから、さらに鎖編みを4回します。Chain 4、1、2、3、4。ですね。鎖編みを7回したことになります。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。そして裏側にひっくり返して、かぎ針から数えて3個目のこの裏山に引き抜き編みをします。 Slip stitch into the third stitch。そしたらその次の目、次の目にも引き抜き編みをします。 Next stitch slip stitch。 よいしょ。はい、これでこうですね。この部分ができました。あとこういう風に作っていきます。鎖編みを3回です。 Chain 3 1 2 3。そしたら同じように3個目ですね、ひっくり返した 1,2,3 3個目に引き抜きます。 Slip stitch。そしてもう一度さらに次の目、ここですね。 Next stitch ここに引き抜きます。 Slip stitch。 はい、でもう一回同じこといきます。鎖編み3回ですね。 Chain 3。そして3つ目、1,2,3 ここに引き抜きます。 Slip stitch。 でこの元の真ん中ですね、ここ Next space ここに引き抜きます。 Slip stitch。 はい、そしてここねじれないように気をつけてくださいね。こういう風にます。こうやってねじっちゃわないようにして編んでいきます。そして鎖編み3回です。 Chain 3 1 2 3。そうしたら最初のこの輪っか、この輪の中に細編みを入れます。 Single crochet into the loop。
よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じです。で、これをあと5回していくんですが、最初の細編みはこの最後にした細編みと同じです。同じというか、これが最初の細編みとになります。ですので、ここから鎖編み3プラス4なので、鎖編み7回をしてこの形を作っていきます。チェーン7、1、2、3、4、5、6、7、そして同じです、さっきと同じです。3つ目、 third stitch、 ここに引き抜きます。 slip stitch、 おっとっと、そして次の目、 next stitch、 ここにも引き抜きます。スリップステッチ、はい、もう一度いきます。もう同じですね。鎖編み3回です。チェーン3、そして3つ目の裏山、1、2、3、スリップステッチ、引き抜きます。これそしてまた次のスペース、最初と同じ場所です。 next space、 slip stitch、 はい、でもう一回鎖編み3回です。Chain 3、 引き抜きます。1、2、3、そして次のスペースにまた引き抜きます。そうしたらまた鎖編み3回で戻ります。チェーン3で、この輪の中に細編みです。シングルクロシェ、はい、でこれを繰り返して全部で6個作ります。はい、こんな感じで、今 1、2、3、4、5、6個目、6個目の最後の鎖編み3の手前まで来ています。ここで鎖編み3をして、でここに細編みを いつもならここまでは細編みをここに入れていたんですが、最初にここで細編みをしてますので、ここに引き抜こうと思います。なのでちょっとここで糸を、かぎ針を置いて引き締めたいと思います。まず短い糸を引っ張って、反応して動いた方をさらに引っ張って中心を絞ります。そしてこの短い糸をさらに引っ張ります。はい、絞りました。そうしたら糸を切って、このまま、このまま最初の細編みの頭に引き抜いてもいいんですが、せっかくなのでとじ針で綺麗に閉じたいと思います。こういうとじ針を使います。はい、とじ針に糸を通して、ここが最初の立ち上がりの鎖編み1で、細編みがあって鎖編みが1、2、3という感じになっているので、ここですね、細編みの頭に
針を入れて、そしてこの最後の鎖編み3の3目目の最後に入れます。できました。そして適当に糸を通して糸処理をします。ちょっと糸が合ってない。でこの糸も同じように糸処理をしてカットして出来上がりです。でちょっとほにゃっとしているのが気になる方はアイロンとかスチームでジュッと固めてあげるといいと思います。あ、すごいブルーも綺麗、すごいブルーも綺麗だ。カバンにつけたりとか帽子だったりとかすごい可愛いと思います。すっごく簡単なので皆さんもよかったら作ってみてください。なんかいっぱい作って並べてもくっつけてっても可愛いかなと思います。今日は以上です。おしまいです。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。